ちょ、勝手に冷蔵庫開けんなって。勝手に食うな。何食うてんねん。レモンかじってる。怖っ。お腹すいてのレモンそのままかじらんで。かじるか。ちょ、下手ついてるやろ。苦い。緑の部分ついてたやろ。それ食べたさ、苦いよ。そんなんちゃうやろ。勝手に食べんなよ。勝手に冷蔵庫開けるもおかしいし、勝手に食べんなよ。何してんねん。体張った。体張ったわじゃないねん。うん、うどん食べたくて冷蔵庫あさったんですけど。あ、違う。勝手にあさったらあかんよ。恥ずかしいけど、うつしたくないねん。うどんないって。で、うどんありましたっけ。いや、ないって。買ってこいって。いや、小麦粉から作らんて、うどんは。買ってきた方が早いって、それやったら。凍っておいで、今から。違う、うんうんじゃなくて、凍っておいでてたから。いやいや、言うてんねん。いや、もうなんでそんな感触で乗り事すんねん。いや、やってば。もう、下手やな。口洗いたいから作ってほしいです。いや。それでは、レッツゴーということで、始まりました。第1回、うどん作り、イエーイ。1回だけややるんは2回3回と仕事すな。1回だけですか。1回だけで終わらすねん。こんなもん1回するもおかしいねんから、買いに行ったら済む話を。ということで、本日うどん作りをしてくださるのはこちら、松本ひろゆきさんです。なんで本名やねん。なんで本名やねん。なんコスモスでええし。はい、ということで、私アシスタントとしてやらせていただくんでお願いします。何の役に立つねん、あんたのそのアシスタントは。何ができる。45秒や。45度じゃないやろ。なあ、ちょっと厚めのお湯か。温泉やったらちょっと嫌やわ。年寄りが好きな温度やな。もうええか、もう。はい。ほな、やっていくわよ。はい、じゃあね、ここね、ハルピョンがかじってしまったので、ここからね、雑菌が、入りますので、ここをしっかりと切って、ラップをして、冷蔵庫に保管をします。誰が雑菌や。誰が雑菌やじゃなくて、こんなことせえへんかったら、この作業いらんかったやろ。はい、気を取り直しですね。ちょっとお湯を沸かしていきましょう。はい、ね、やっぱりうどんというのはコスモさんにとってどういうものですか。うどんやん。うどん以外ないねん。香川県の人に聞け。香川県のうどん作ってる人に聞け。それはうどんというものはあって人生だみたいな。そういうことでした。東川を流せよ、その時は。僕らのって流せよ。ええねん。ちゃんと手洗いましたか。手洗ってたやん、もう映ってないところで。映ってるところで全部捨てなあかんのか。うん、一応ね。まあ一応な、せやな。うわっ。じゃあやっていきます。はい、はい、では、こんなにやるんかな。まあ適当にやりましょうか。なんか塩も入れるんですよね。これがうどんになるわけですよ。想像つきますね。つきそうですね。うん、色一緒です。つきやすいですよね。いや、さあ見守ります。見守ってくれ。パンできそう。パンがいい。は？はい、よ、やってくれて。よし、じゃあやるぜ。ここからどううどんになるのか。いや、もうそれは細く来たうどんになるんですけど。できた。できてない。よし、ちょっと作戦変えるわ。踏むわ。うん、あー気持ちいい。なんかあー気持ちいい。普通やろ。ちょっとじゃあ様子見ていきましょうか。もうなんか先ほどとは全然様子が違って、もっちり感が出ましたね、急に。あ、すごい。なんか全然違うものありましたね。なんかめちゃくちゃ弾力が出ましたね。うん、もう汚れました。気持ちいい。幼稚園の時サラスナとか好きでしたわ。サラスナという言葉懐かしい。サラスナという言葉はもう今ガーシー以外からはもう聞くことはないわ。何なんですかサラスナって。え、お前をサラスナってな。うまい。やめろ、もう触るなよ、もう。ちょっとほんまにやめて。もうマジでもうめっちゃめんどくさいなこいつ。ほんま。いくよ。はい。うわ、楽しそう。大きすぎるから切るわ。今日はこっちだけ使いますわ。どこかで現れてくれて、座るなってるやろ。ほんまもうマジで。こいつも子供の時に怒られてたことを今になってやるっていう。今も怒られてるで。うわ、ぽいぽい。これが職人の顔です。もうええか、これ切っていっちゃおっか。じゃあ、うんうんうん、じゃあね、こいつをパーってしてね、こうしてね。絶対小麦粉だらけになりました。小麦粉だらけになりましたって言って、今手はどこ触ってる。今俺止めたで、これで。なあ、これは何や。いけるかな、これでこう切っていったらいいんじゃん。あんたやったら。わかりました、では参ります。はい、好きなのやっても。思ってる以上に、ね、薄く切った方がいいと思いますよ。
発目二発目の太さよ。ちょっと太なってきてるよ。笑さないで。笑かすつもりはない。じゃもうちょっとちょっともうバラバラなってるって。うどん体験までできるんですね、この YouTube は。すごいな。いつかなんか陶芸教室とかもできそう。やりたいな、でもそれ普通に。陶芸やらせてくれる方、コメントとか DM とかください。陶芸やりたいです。あの、お皿作りたいです。多分陶芸の方、ものすごく厳しい方やから、俺らみたいにあかんと思う。真面目にやります、そういう時は。ほんまにできへんねん、この子。いや、ほんまできますよ。ほんまにできへんねん。撮ってるこの携帯がもう粉まみれになってることが、もうすごい腹立つ。もう映したいもん、これ今。あ、でもなんか、いい感じっすね。あ、ちょっと上回ってきたんちゃいます？まあ、ですよね。うん。これちょっとええ感じちゃいますか？ひたすらうどんを切るというね、動画です。うまい。うい。おー、全然ちゃう。茹でていきましょう。茹でますか。はい、じゃあね、いつも出し取っていきましょう。かこちゃん、ね、かこちゃん、これ覗いていきますね。酒、メントール、返し、これでもう沸騰した出来上がりですね。あ、ついちゃってるわ。早く茹でなあかんかった。打ち粉って言うんかな、ああいうの。はい、じゃあパチンコじゃないのよ。パチンコの打ち粉の話じゃないよ。そんな知らんでええねん。流してね。いやしばらく待ちます。茹で時間は分かりません。怖。もういけるかな。あげちゃおうか。おお。はい、できました。釜揚げうどんとざるうどんでございます。やばい、美味しそう。いただきます。また床座ってる。じゃないですよ、あんたがこのその位置やったら俺こうなんねん。で、俺がじゃあ座ってみようか。うん。ただこうなんねん。座高が鬼高いっていう。うん。もちもちでしょ。なんでかすごい。そう、それをめっちゃ思いました。いただきます。これ普通にうまいですね。逆に、じゃあ、こっちがどうなのかっていうのも気になるんで。絶対こっちの方がうまい。こっちが全然違うわ。締めてるから。あの、切るのが下手くそとかじゃなくて。うん、じゃなくて。うん。こっち食べてみっかい。弾力がもう全然違う、うん、まあ別にあの出汁さえうまかったらね。お前はごま欲しかったですね。天かすと、うん、帰ってくるじゃん。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、というわけでですね、本日うどんをね手作りで作ってみたというわけなんですけどもね、結果ですね、絶対冷凍うどんが最強です。はい、自分で作るぐらいやったらコンビニもしくはスーパーにね買いに行って冷凍うどん買ってください。それが一番うまいです。時間と労力と合わないです。確かに美味しいは美味しいです。確かに、うん、いやけど絶対買いに行ったら早いしうまい、しかも安いということで、皆さんも作ってみてはいかがでしょうか。時間に余裕があるときにね。バイバーイ。あっせだくやねんけど。暑いですね。よっしゃ。まあうまかったけどな。そうでした、うん、うまかったうまかった。